はいどうも、サテン YouTuber です。今回はね、ちょっとね Amazon で注文したものなんですけど、これね、電池紹介していきたいと思います。これね、パナソニックのエネループなんですけど、ただのエネループじゃないんですよ。それがね、プロも使うエネループって書いてあるんだけど、なんでプロも使うエネループかっていうと、なんかね、すごい長く使えるんですよね。高容量って書いてある。繰り返し回数500回使えて、充電することによって500回使えて、しかも1回充電するごとに長く使えるんですよ。はい、普通の電池より長く使えるの。だから、まあ、テレビのリモコンとかにはそんなに向かないんですよ。あんまり電池を消費しないから、ね、テレビのリモコンは。でもこれが一番向いてるのがこちら、ガジェット系なんだけど、一眼レフカメラなんだけど、普通の一眼レフって最近のはもうほぼ充電でバッテリーがあるんだけど、見てこれ、ほら、電池式、電池4本で動く一眼レフカメラなんだけど、これをね、普通のでね、乾電池で試したんだけど、めっちゃ電池の消費が激しい。これで、ね、動画を撮るんだけど、すごいね、すぐ電池がなくなっちゃって15分撮れなかったわけ。だからちょっと高容量の電池が欲しいなと思って、しかもなんか1回ずつ乾電池捨てるのもったいないじゃん。うん、そう思ったからこのエネループにしました。ということでね、今回はこのエネループで、このちょっとカメラ使ってみたいと思います。はい、てなわけで、これ今開けていくんだけど、見て、スーパーサンテスパーサン、説明書何で電池が出てこない。なんかね、エネループっていろんなデザインがあるから、すごいね、かっこいいデザインとかあるんだけど、結構これはね、かっこいいと思う。このエネループプロはね、黒で、ほら、こんな感じ。はい、これをね、ここに入れてきます。はい、言い終わりました。これでつけば OK。 ちなみに最初からこれは充電されてるから、1回分はもうすでに電池に電気は入ってます。 OK、 開けて、久しぶりに使うんだよね。これ買ったのもう2ヶ月前ぐらいかな。いきます。オン。あ、見つけた。これね、ここだね。オン。ほら、ついた。はい、つきました。で、設定はまあ適当に感動させといて、 OK、 オフ、こんな感じ。またね、このカメラを使って撮影とかしていくから、あ、それはまたね、別の動画で見ていただくとして、うん、このカメラのね、説明はまた別の動画でしますか、まあ、また後でね、もうちょっと使ってみて紹介していこうかなと思います。でもって、このエネループはこういう専用のね、パナソニックって書いてるんだけど、ん、パナソニック専用じゃん、これ専用じゃん、これ大丈夫なのかな。あ、大丈夫だ。100から240V 以外の電池だから、これはちょっと大丈夫だから、ちゃんとボルト数をチェックして、で、ニッケル、なんだっけな、電池の処理もちゃんとチェックして充電してください。こういうね、専用の充電器があるんで、いいので、ちゃんとやるといいと思います。ってことで、今回はね、Nループの紹介かなと、あと実はこんなカメラ持ってましたよっていう、今度からこれで撮影とかも結構していくんで、ピントが安いかも。はい、以上です。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは、チャンネル登録を推奨しております。なので皆さん、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter での拡散などよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。